ギボ先生2。ギボ先生をご覧の皆さん、ハイサイ。さあ、今回は指笛を吹いてみようパート2でございます。健太郎さんこと健太です。健太郎先生はですね、これまでも数々登場してもらってますが、まあ、芸大の、ね、後輩でもありますけども、その指笛の、ね、回義母先生1の方でも指笛のこうやり方やりました。結構好評でした。義母活躍動画の中ではなかなか好評なんです。はい、めちゃめちゃ好評でした。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、バットもついてましたけどいいねもついてましたバットも見てくれてる。まあそうそう。で、前回結構好評だったんですけど、まあ、さらにそれも深掘りというか、入念に、そしてまたこの今回この動画から見る人もいるかもしれないので、その健太郎先生に指笛のやり方と、まあ、ちょっとそのさらにこうなんか応用編というか、こんなのもできますよとかもあれば、はい、さらにこうプラスアルファいろいろこう深掘りしていきたいと思いますけど、教えてください。ああ、もうよろしくお願いします。できるかな。じゃあ早速いきたいと思いますけど、はい、僕はもうなんか右手より、まあ利き手右なんですけど、左手の方が僕は鳴らしやすかったりして、なんかこれは本当に人それぞれあると思います。なので僕は左手で鳴らす方が好きですね。で、輪っかがあります。輪っかを作ります。輪っかで思いっきり握るというよりはちょっと隙間が空くぐらいで、この隙間に向かって息を出すイメージをしてくれたら、なんかイメージつかみやすいのかなと思うんですけど、で、下は巻きますね。これが下だとする、これが下だとすると巻いてます。巻くベロ、ベロね。で、このベロの上にこの左手を、まあ、僕は添えてます、うん、で、これ口なんですけど、この指の周りから息を漏らしたくないんですよ。これが漏れちゃうと息漏れでちょっといい音が鳴らなくて、あー悪い音、はい、で、下からの音も、あ、下からの空気も漏らしたくないので、口にしっかりつけます。こうやってこんなとかじゃないですね、こうやってくっつけてます。こういうふうな、こういうね、こうね。で、しっかりと、まあ、口で指の周りを押さえます。押さえて、で、この息を間にこういうね。で、っていう感じなんですけれど、大雑把に言うとこんな感じですね。で、まずはポイントは本当に指輪っか下に乗せる、で息を出す、まあ3つで、もう1つで息を漏らさない。それですぐ鳴る人もいるし、だから鳴らない人たちもね、やっぱいるので、はい、まあ、今言ったみたいな、その上とか下にこの余計なその息の漏れる、はい、その穴というか空間を作らないっていう、その馬が、うん、まあ、やっちゃダメポイントみたいなのも、もしもっとあれば、はい、あ、力いっぱい吹いちゃ絶対出ないですね。ああ、これダメなパターンだ。これ絶対なるんで、この悪いです。これはならないよ。ならないです。これ絶対ならないですけどもうしっかり丁寧にいたします。OK。 ここにこれだけになるんですよ、息ふうだけで。これを掴むのが一番いいと思いますね、うんうん、もう力があればなるっていうものじゃなくて、なのでしっかりと息を出す、はい、いっぱい出すんじゃなくてしっかり出す、必要な分出すっていう感じですね。で、あとは音程をつけるみたいな話なんですかね、うん、音程を例えば、これですね、これ絶対最終的にみんなこれ目指してるから、はい、下の位置なんですけど、うん、この指がこうなってますよね。やっぱり楽器とかもやっぱり空間が広いと低い音になるじゃないですか。これを狭くなっていくと高い音になっていくんですね。このベロ、ベロ下のこの巻いている位置、これ下ベロですね。これこの下の真ん中腹の位置で音程を変えてます。ああ、この曲がってる部分のこの、はい、まあ、空間の広さを変えてすると、はい、
これを調整することによって高い低いていていみたいなていういういっていう感じで使ってます。で、まあ、鳴った後の応用みたいな感じになると思いますね。鳴らした後、何でもそうですね、できるようになってからが長いと思うんですよ。いいこと言ったみたいな、いいこと言ったんですけどこんな感じでイブベの、まあ、話をさせてもらいました。はい、今日は、イブベ、義母先生では第2弾なんですけども、さらにね深掘りして健太郎先生とお届けしました。まあこれね、簡単そうにやってますけどやっぱ難しいです。初めてやる方出ない、俺は出ないやって諦めないで何回もね、うん、トライしてみてください。その指をね入れるその深さとかもね、はい、いろいろ自分なりに研究してみて、まあ、浅く入れて鳴る人もいればちょっと深めに入れたら鳴る人もいたりするのでね、はい、人それぞれの人の口の形も違いますんで、まあ、自分の鳴る場所をなんかお風呂場とかね、うん、練習する場所も結構大事ですよね。はい、まあ、家の中で練習するのは多分しんどいと思うんですけどそうまあでも本当に鳴るところを探すっていうのはできるかなと思ってますのでね、まあ、そう、はい、真夜中とかにちょっと、部屋で練習するとクレーム来たりしますので、はい、まあ、ある程度鳴るようになってきたらなんかその海とかね、うん、公園とかで練習してみてめげずにトライしたら絶対鳴りますので、はい、それを信じてやってみてください。今日は健太郎先生とイベベ第2弾届けしました。健太郎先生ありがとうございました。ありがとうございました。